スーパーデンパバザールとシコしジャンボ同窓会は日本テレビ系列で生放送された特別番組枠で1993年12月31日の18時25時30分まで都市またぎで放映された日本テレビ放送網開局40周年記念特別番組の最終番組枠である。主に同局でえりすぐった懐かし番組の場面を振り返りながらの進行であった。 同年は日本テレビが開局して40年。その40周年記念番組の集大成的な編成であった。ジャンボ同窓会というサブタイトルが示すように、同局、懐かし番組の名場面を振り返ったり、同局の看板番組でタレントオーディション番組、スター誕生。終了10周年記念の同窓会の映像を映したりと多彩な編成であった。 この他番組では、すすめ、電波少年等のタイアップ企画も放映され、松本と松村が分かれて進行するなど、企画的にも斬新であったが、反面、ふざけすぎな面もいくつかあった。なお、番組は、当時の新聞全国紙の長官で、全面広告を出して大々的に宣伝し、もう一度見たい、日テレの懐かし番組の投稿を思い出とエピソードを、添えて、 ファックスで募るなどの企画も言った。そのファックス投稿者には番組の最後に抽選をし、3組に海外旅行が当たるという趣向であった。開局40周年記念番組ということもあり、有名な過去番組を制作したベテランスタッフが多く参加しているが、生放送のメイン企画を担当したのはダウンタウンのガキの使いやらへんで、進め、電波少年の 番組スタッフと出演者であり、翌年も大晦日、年越し番組、ダウンタウンの裏番組をぶっ飛ばせ、池年越い年を担当することとなる。この二人司会体制は後に、特密ところのスポーツ偉い人グランプリへと発展する。後に、籔本雅子アナと、ドラというユニットを結成する。西部球場年越しバンジージャンプバウ松村借金美女。 救済ダウンタウンの野球圏ダウンタウンの嘘、発見既婚や復活。それは秘密です。清水幸子は、スター誕生、同窓会にも出席した。松本明子、紅白歌合戦に出たい。スター誕生、同窓会にも出席した。スター誕生、同窓会バンジージャンプ会場となった、西部球場。写真は放送された1993年当時。 番組オンエア中、ゲストで出演していたダチョウクラブ。その真った中で、西部球場にいる、福沢、豊田良をアナから生中継で、バンジーお願いします。と、指令が出る。すると、ダチョウクラブは3人揃って、得意のセリフ、聞いてないようと答えるが、結局番組スタッフの誘導により、西部球場へ移動。1994年1月1日午前0時の、 時刻とともにバンジーをやらされる羽目となった。すすめ、電波少年の1コーナー、年末ジャンボ宝くじで借金を完済したい美女のスペシャルバージョン。すすめ、が選んだ10人の借金美女が、1993年の同宝くじでどのくらい借金を返済できるのかという企画だったが、結局ご登録等7等の各金額が数枚あたりたったのみで、 高額当選にはならなかった。かつての同局の日曜夜8時の人気番組だったコント55号の裏番組をぶっ飛ばせのリメイク版。芸能人では朝木久二子、小宮高康、渡辺正幸らが野球券に参加。かつてと違い、下着一枚になったところでゲーム終了。この番組以降の1994年もダウンダウンの裏番組をぶっ飛ばせ。 坂上二郎監修の下で野球券が展開された。その交算書を NNTV 紅白化のベスト10の名物コーナーだった嘘発見機をダウンタウンのコーナー司会でリメイク。当時巨人軍に FA で入団した落合博光をはじめ様々な人を質問攻めにした。なお質問はオリジナル版は 小林看護のナレーションだったが、今回はダウンタウンがその場で直接読み上げ、小林アナの登場は冒頭のナレーションのみにとどまった。小金地と清水がこの日だけ特別に司会。回答者はダウンタウンで、松ちゃんチームと浜ちゃんチームとに分かれて回答していた。浜田正都氏の秘密さんは高校時代の恩師で、松本人志の秘密さんは小学校時代の友人であった。 このコーナーの最後では小金地が松本に今日は泣かなかったねと声をかけている。なお、このコーナーはレギュラー番組時代のご対面ドキュメント色を薄めたクイズとトークで構成のバラエティになっている。なお、オープニング音楽は後期バージョンのものを使用、またナレーションはオリジナル版の芥川隆之がすでに死去したため武田博が担当した。 松本明子が乱入した NHK ホール松本がアポなしで第44回 NHK 紅白歌合戦をオンエアしている NHK ホールに乱入ダンサーを引き連れて出演するという企画だったが NHK の警備員にスタッフごと止められあえなく出演できずしかし翌年の第45回 NHK 紅白歌合戦にはアポを取った上で乱入し ホタルの光を歌うが唱隊に混じって出演した。ただ、オンエアの映像ではそれを判別することはできず、同日から翌元日にかけて放送された、2年越し、超々興奮、行天、生テレビ、ないの、大好き、新春スペシャルと、平成あっぱれテレビで日テレが独自に撮影した映像を流した。同窓会の会場となった、東京プリンスホテル同年は、 同番組が終了して10年。そこで、かつての決戦大会で合格し、見事芸能界入りを果たした元芸能人、現役芸能人に出演してもらい、懐かしの VTR を見ながら、あれこれと振り返り、最後は出演者全員で、青春時代を歌ってお開きとなった。この同窓会は前日のように、事前収録されたもので、東京プリンスホテルの大宴会場、起点で行われた。 ただし、山口桃江、森雅子、桜田淳子といった、交散トリオについては、事情等で出席できなかった。なお、同窓会の模様は、翌1994年3月10日に、同局の、木曜、スペシャルで放送された、青春参加、スター誕生、物語でも放送された。ルパン三世、宇宙戦艦ヤマトといったアニメから、金曜十時。 噂のチャンネル、t v ジョッキー日曜大更新といったバラエティ、さらには地中原不都市80キロ、熱中時代といったドラマまで日テレの懐かし番組をファックスで投稿。当番組はできる限り公開と歌い、VTR をいろいろ探し回りながら進行していた。懐かし番組ファックス投稿の参加者のうち3組に海外旅行をプレゼントする。 ありがとうございます。